前回、プリモは信頼できるデータをもとに便利に利用できるって聞きましたけど、実際のところはどうなの？今日はそれを教えてもらえると聞いたんだけど。本当に課題で利用して大丈夫なの？はい。じゃあ、今日はプリモで利用しているディスカバリー用データベースを紹介するよ。よろしくお願いします。ディスカバリー用データベースは、一般的にはセントラルインデックスと言われているよ。プリモが利用するセントラルインデックスは、セントラルディスカバリーインデックス。略して CDI って言うんだ。CDI は様々な学術情報を取り込んでいるんだけど、その取り込まれた情報源の出典は X リブリス社サイトで公開されているから、ウェブで確認することができるんだ。へえ、そうなんだ。そうなんだよ。そのサイトはここだよ。誰でもリストは見れるの？誰でもアクセスできるよ。X リブリス社はドキュメントをオープンアクセスで公開しているんだ。なるほど、先生に言われた情報源が含まれているかを確認しなければならなくなっても安心だ。この中から図書館が検索対象を選択していることもあるから、念のためにこのリストを持って図書館に確認すると確実だね。検索する情報源が絞られている可能性があるのか。うん、全ての情報源を検索させる方が良い場合もあるけど、専門分野が決まっている場合とか、企業のように分野範囲が限られている場合は、検索ノイズになってしまうからね。例えば、科学系なのに、純文学とかのレコードが対象になると煩わしく感じちゃうだろう。総合データベースを選択している場合は、それでも表示される場合があるけど、該当分野がなるべく引っかかった方が、確認が楽になるしね。そういったことで、対象を絞るケースはあるよ。もっとも、発見を促すために絞っていない場合も当然あるけど。なるほど。検索できるのは小6。全文？情報提供元によるけど、基本は全文だね。情報源が小6しか持っていない場合は、小6の情報しか取り込めないけど、そういった情報でも、後で紹介する CDI の機能で保管できるような工夫がされているよ。わかりました。工夫については後で説明があるようなので、続きをお願いします。他に気になる点としては、公開された情報は、すぐにプリモで検索できるようになるの？ CDI へのハーベストは、情報源の情報更新頻度を加味して決定されているんだ。更新頻度が多いデータベースなどは、日時で CDI へ登録されるし、月次で発刊される雑誌の場合は、月次で CDI へ登録されるように。一律の頻度ではなくて、情報源の更新に合わせて CDI へ登録されているんだよ。そして、週2回ペースで取り込んだ情報を検索できるよう処理をしてから、検索できるようになるよ。ということは、常に最新情報は準備されていて、その準備された情報も週2回ペースで検索できるように処理されているから、反映が遅い場合でも数日で検索できるようになるのか。取り込んだ情報を検索できるようにするとき、CDI は独自の工夫を行っているんだ。独自の工夫？ CDI では、なるべく同じ情報のレコードが重複しないように、また、情報の結びつきを把握しやすくするようにしているんだ。この工夫を、マッチ&マージ機能と呼んでいるよ。具体的には、CDI には、複数の情報源から同じ論文の情報が提供されている場合があるんだけど、そのまま登録してしまうと、同じ論文の検索結果がたくさん重複して表示されてしまうよね。また、情報源によっては初始情報が不足していたり、うまくリンクできない場合があったり。そこで CDI への登録の際、できるだけ1論文を1レコードで収録するように工夫しているんだ。複数の情報源から不足している情報を保管し、一つの完全なレコードだけを登録するんだ。普通のレコードじゃなくて、スーパーレコードだね。確かに、その方が見やすくはっきりとわかるし、一つのデータベースで調べる意味も、メリットも、出てくるね。より悩まなくて利用できるってことだよね。そうなんだ。
プリモにはサイテーショントレールという機能があって、関連情報の引用論文、非引用論文情報リンクを表示できるんだけど、この機能の元になっているのはクロスレフの情報なんだ。クロスレフの情報は DOI をベースにしているんだけど、情報源に DOI があったりなかったりすると、この情報も出たり出なかったりするんだ。だけどスーパーレコード化した CDI のレコードでは出たり出なかったりといったことはなく、クロスレフに登録があればきちんと引用・非引用情報が出てくるんだよ。それは良いね。引用論文や非引用論文は気になるところだからね。引用論文に簡単にアクセスできるのは便利かも。 Wikipedia の引用元参照みたいに簡単に利用できるってことだよね。うん、プリモはこんな感じで情報元であるセントラルディスカバリーインデックスから工夫されていて、利用しやすいようになっているんだ。なるほどね。研究の足がかりを見つける検索としても、行き詰まった時に広く検索したいと感じた時も役立ちそうだね。情報がまとまってくれているのも良いね。簡単に検索する、最初に検索する対象が一つになるのは楽で良いと思いました。課題のための検索はこれだけで大丈夫そう。次回は世界の学術情報以外の情報源の取り扱いについて紹介するよ。次の話も聞かせてもらいます。